はい、ということで始まりましたアニメはい、ということで始まりましたハダケッコの10分間トーク、はい、この声がハダケッコの木下で、この声がおで黒田くんです。よろしくお願いします。ハダケッコの10分間トークとはですね、ハダケッコが作業中とかオフの時にね、実際何喋ってるかっていうのをね収めた、ラジオ番組となっております。はい、先日木下のみが出演しております、YouTube でアニメを語る番組アニメ妄想道場の撮影終わりまして、まあ、その時の話させていただきたいなと思っております。はい、でその時のテーマがですね、僕のヒーローアカデミア、あなたがもしヒロアカの世界に生まれたとして欲しい個性は何っていうテーマでね話したんですよ。個性知ってる？個性は知ってますよ。どういうもの？カリスマ性とか。あ、違います。神経質とかそういうこと。神経質？神経質とかその個性だから。あ、思考性の中で神経質っていうのがあるねって話。そうそう。いや、一番に挙げることじゃないよ、神経質は。神経質とかさ、あるんじゃない？いやいやいや、もっと明るいとか優しいとかでよくない？あ、そうか。なんで神経質が神経質がパッと浮かんだ。俺に言ってんの？いや、違う違う。俺の顔見て言ってんじゃん、神経質。全然違う。いやいや、ヒロアカの世界においての個性っていうのは、まあ、ある種特殊能力なんですよ。だから火を出すとか水を出すっていうことを個性って言ってるんですよね。ヒロアカの世界では個性っていうのはほぼ全員が持ってるものになって、突然変異からもう全員持ち出すものなんですよね、世界観的には。まあ、そういう世界で、でアニメ妄想道場の方で、まあ、元々もう登場してる個性の中から自分が得たい個性は何かっていう話で盛り上がったんですけれども、まあ、そちらの方はねぜひ見ていただきたいなと思います。声優の春日のぞみさんと細田健太くんと僕で、細田健太くんがヒロアカ見てないっていうことなので、のんちゃんと僕が欲しい個性を喋っております。うん、そうなんですけど、まあ、そちら本編見ていただくという形で、まあ、実際今回僕が喋ろうと思うものはですね、まあ、僕のヒーローアカダミマカダミアンで、いや、アカデミアでしょ、ハワイのお土産、ハワイのお土産でよくもらうけど、僕の好きなマカダミアンナッツっていう話をしていきたいなと思うんですけれどもね。ハワイトークなの？アニメトークでしょこれ。そう、マカダミアンナッツどの会社が一番うまいかって話をしていきたいな。わかんないあれ会社の名前とかよくわかんないでもらうじゃない、あれもらう。うん、できないんで、うん、今回の10分間トークは終わろうかなと思う。終わりかい。アカデミアでしょ。はい、僕のヒーローアカデミアの中で、はい、純粋に僕が好きなキャラクターベスト3上げていきたいなと思って。おー、すごい魅力的なキャラクターがいっぱい登場してますからね。ちなみに黒田くん、ヒーローアカ知ってる？あのね、石本くん、元ペッパーボーイズの石本翔輝くんで芸人がいるんですけども、うん、その人がすごくヒーローアカ大好きで、うん、なんかツイートで見たのは、うん、学校の話。いや、そうです、ヒーローの学校の話だって。アカデミアって言ってるから。しか知らない、でもそれしか知らない。ヒーローの学校の話っていうのだけの、もうその一点張りです。だからみんな個性を持つ、特殊能力を持った世界になっちゃったから、もちろんのことそれで悪用する人も出てくるんですよ。ああ、なるほど。そうだから、ヒーローっていうものもできて、じゃあヒーローを育てる学校もある世界なんですよね。ああ、そうで、デク君っていう主人公は珍しいんだけど能力、個性を持たないキャラクターなんですよ。この子がどう学校でヒーローになっていくかの話です。あ、なるほど、ね、そう、そうそう、だから翔輝も僕はヒロアカカフェ行ったりとかしてるんで、そうそう、ぐらいには盛り上がれるといった感じなんですけれども、じゃあ僕がね、あまたいる魅力的なキャラクターの中からトップ3上げるとしたら、もう非常に迷いました。まあその中で上げさせていただきます。3位ですね、はい、3位、デク君と同じクラスのメンバーから、アスイツユちゃんあげさせていただきます。ツユちゃん、アスイツユちゃん、アスイツユちゃんはですね、女の子でして、目パッチリした黒髪なのかなの女の子でして、カエルのできることは大概やれるっていう個性なんですけれども。どういうことですか？カエルのできることは大概できる。だからベロ伸ばして目標物に下絡めて移動したりとかね。はあはあはあ。ジャンプ力高かったりとか。なるほど。
で胃袋に入れたものを一回吐き出してこともできます。へえ、うん、っていうキャラクターで、まあ、単純にその目パッチリですごいキャッチーな見た目してるんですよね。普通にフォルムが好きと、ビジュアルが好きっていうところですね。でこう水面下でしっかりみんなのこと考えてるっていう人柄の良さに惚れたっていうところもありますし、つーちゃんすごい好きなんですよね。そう、おちゃこちゃんって言います。おちゃこちゃん、おちゃこちゃん。で第2位が千崎海。海、千崎海さん挙げさせていただきます。こちら相当悪い人です。悪い、そう、悪役なんですけれども、悪役の中でもダントツの方で好きですね。まあヒロアカって悪役も魅力的なんですよ。なんなら悪役の方が魅力的っていうところもありまして、まあ例えば信楽弔とかダビみたいに相当かっこよかったりとか、マスキュラーとかもうほんと戦いたくてしょうがない悪役だったりとか、そう、まあ悪役のことをヴィランって言うんだけど、の中でも千崎海、まあ言うならばヤクザの若頭で、ヒロアカの世界ではヴィランっていうものがはびこってるんで、逆にヤクザってすごい影を潜めてるんですよ。そう、そういう世界観で、そうだからヤクザというものを広めていこうともしてる人ではあるんですよ。オーバーホールっていう個性の持ち主で、うん、僕これこのオーバーホール最強だと思ってるんですよ。なんならラスボス級の信楽弔より最強なんじゃないかと思ってる。まあこちらもね原作見ていただけたらと思うんですけど、まあその分解と再生という能力で最終的にデク君と戦う時のその悪の染まり方も超かっこいいなと、悪のカリスマだなと思います。はい、そして第1、ダントツ好きですね、ヒーローランキングナンバー5、ミルコです。ミルコ、はい、こちらね白髪長髪で筋肉ムキムキ褐色で、はつらつとした女性の方なんですけれども、そう、もう戦闘狂ですね。もうバキバキに筋肉ムキムキの、そう、もう個性はウサギ、ウサギのできることは大抵できるっていう、ツーちゃんと同じタイプなんですけど、うん、だからもしかしたらツーちゃんって最終的にあのミルコぐらいになるのかなっていう期待もあるんですよ。そういう意味でもちょっと可能性があるから3位に上げてるっていうところもあるんですけど、まあ、ミルコもマジですごいですね。ハイエンドノームっていうもうむちゃくちゃな化け物がいるんですけど、そのハイエンドノーム4体と同時に戦う、渡り合えるぐらいの戦闘力の高さ、あ、すごい、うん、もう何より言えるのは魅力的な部分はもう足が太い褐色の足が太くて、その足を僕の首に巻きつかして染み上げてほしい。なんだそれ正義じゃねえかよ、という社会的評価、社会的評価じゃないよ、普遍的評価、個人の意見がダダ漏れしてますよ。絶対社会的評価じゃないよ。いやいや、その証拠に作者の堀越さんが一番レベルで好きなキャラクターって言ってます。じゃあ堀越さんが好きなだけじゃないか、それ堀越さんが好きなように書いてるだけ。まあ伸び伸び書いててもうそれが伝わってくるのも好きっていうね僕がね、そうだから俺その情報知らないんで読んでたけど、いやこれ好きやろって思うのが作者めちゃくちゃもうほんと好み出てんなっていう、ところが出て、そのなんていうかな、その自由に書いてる感じがたまらなく良くて、まあ、そういう意味でももうすぐ伝わってきた。多分コミックスとかツイッターとか SNS からでミルコ好きっていうことを言う前からもうめちゃくちゃその作画の構図がもう絶対好きやろうみたいな小回りとかをしてるからもうそういう意味でも俺も好きになったよ、ミルコ中心で。そう、もうミルコの戦い方が、そのカメラワークがもうマジでむちゃくちゃいい、突き刺さるようなカメラワークしてて、わかるよ堀越先生、うん、描きたかったんでしょどうぞどうぞ描いてみたいな感じになるっていう ね、 ね、まあそういう意味で僕一位挙げさせたのがミルコですね。なるほど、うん、だからもうほんとミルコだけじゃなくてミルコのカメラワークごと大好きっていう。なるほど、うん、作
作者の思い出がやっぱ強いってことはやっぱそんだけ魅力的ってことだもんね。読んでて熱くなって結果的にやっぱり堀越先生が大好きって言って、そりゃそうでしょうね、僕は分かってたよ堀越先生同士って思ったっていう。なるほどね。いきさつ込みで大好きなキャラクターですけれども、ちょっとミルクは頭一つ抜けてね大好きですね。まあといった感じでございまして、まあ勝手なこじつけですけどね、勝手なもう何も知らないですけど勝手に言ってます。だからちょっとね分かるとこあるなっていう堀越先生とは。そう、もともとね大曲垣動物園っていう堀越先生が前に書いた作品も僕好きだったので、だからそういう意味でも堀越先生好きだなっていうところでございますと、いった感じで、そこら辺の僕が得たい個性は何をあげたかなどのところはね、実際にアニメ妄想道場を見ていただけたらと思いますね。ということで、ぜひアニメ妄想道場を見てコメントをぜひお願いしますといったところでございます。はい、そして畑子 YouTube やっております。畑子チャンネルをぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、じゃあねー、バイバイ。